先生。今日も訓練のお相手ありがとうございました。私はもう少しやっていくので。いえ、もう少しで力。先生こそ疲れているでしょう。すみません先生、倒れるなんて不覚でした。先生の言うことを聞いてどうしても焦ってしまうんです。今から13年前、こう、いえ、実際には救援要請に応じただけで、内乱の鎮圧後コーデリア家は責任の一端を負わされ、当時の同盟諸侯は日和見で、結果コーデリア家の重臣は殺す。その中に怪しげな魔導士もいました。彼らによって家中の若者、やがて恐ろしい儀式が、帝国の監視下みんなが次々と命を落としていく中、私ね、小さい頃は彼らの実験で、私の変貌を見た彼らは喜んでいました。調べてみると確かに、ただし2つの紋章を得た魔導士たちからは、もって5年、何らかの理由で、かですが、コーデリア家はすっかり力を失い、父と母には今まで辛い思いをした分、私の願いはそれだけなんです。う、ですが先生、一つ可能性があるとすれば、そんな方法が本当にあるのか分かり、私はもう先生、はい、先生がそう言ってくれるならありがとう先生。主よ、私をお導きください。先生はこんな私をいつまでも気にかけてくれるんですね。私は小さい頃からずっと人を避けて生きてきました。ビクビクしながら人と接するよりも、私が心を許せたのはずっと前に、私が主に何を祈っているのか。はい、でもあれは嘘です。あの頃の私は、主が私という存在を許し、それだけを毎日。だけど今は、死ぬこともこんな私を受け入れてくれる仲間がいて、人の優しさをありがとう先生。ご心配をかけたと思いますけど、たとえいつか仲間や先生とここで過ごした思い出が、先生と一緒なら。お前の剣は騎士ではなく傭兵の剣だ。お前自身は意識していないかもしれんが、そうだ、騎士どもの剣には、奴らはまず剣で戦うことを考える。だが本来戦士とはそうあるべきではない。勝つためならば初めから手段を問わない。お前の剣にはそれに近しいものがある。知るか、受け取りたいように受け取れ。俺とお前の差は何なのか。ではその貪欲さはどこから来る。そう思い始めから勝ちを狙って動い、そうして思い至った。そうだ、強さを求める理由や目的がある。答えろ、お前はなぜ強くなる。はっ、騎士どものようなだが、その思いの有無が、俺もその理由とやらを、慣れ合いたいなら他を渡れ。剣を振るうち、
感謝します。違う、そんなわけないだろ。グレン、師弟の情などそんなものは捨て去った。今はただ憎い、すぐにでもあの女を引き裂いてやりたい。皇帝だろうと女一人を殺すのと変わらない。ええ、父上も母上もきっとすぐに彼女の首を持ち帰ります。何の用だ。そうか、やはり出撃の支度を急ぐべきだ。そんな悠長なことを言っていられるか。失礼します。お二人とも急ぎ迎撃の準備を。帝国軍が我らの存在を嗅ぎつけました。帝国軍帝国軍か。殿下、どうか無茶な戦はつ。セイロス騎士団が帰還したという報告は。あの兄さん、敵の中に殺人鬼がいるという噂は。さあな、たとえその者が敵の中にいてもいなくとも。フレーチェ、お前に前線はまだ早い。嫌です、私も兄さんと一緒。分かってくれフレーチェ、俺は必ず帰ってくる。分かりました。よし、全軍工場の支度にかかれ。ガルグマクにて挙兵の準備を進める王国軍だったが、その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた。王国軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は、若き将軍ランドルフの号令下、ガルグマクを再び陥落すべく進軍を開始する。騎士団は強敵に違いないが、兵力はこちらが上だ。思いのほか敵の数が多いようですね。報告、敵がガルグマク周辺部に侵入。内部へと侵入されれば。戦場を広く見なくては。よし、勝てたぞ。切り込むぞ。これが宿命だ。冴えているな。はいはい、行きますか。いつでも行けます。負けられないのです。全力を尽くしますね。自分で選んだ道だから。しか従おう。早く指示してくれ。任せてください。ええ、任せてちょうだい。急ぎましょう。これ以上は。まだまだ。兵が策の準備に向かいました。攻めの用意が整いました。それだけの軍を率いてまだ我々を撃てんとは。黙れ、この俺を愚弄してただで済むと思うなよ。かかれ、奴らの口を黙らせろ。今です。
火攻めとは全軍退却だ。追撃に移りましょう。負けるわけにもいかないじゃない。大義のため、家族のため、ごめん。そう、捕らえろ。どうにかガルグマクを守りきれましたね。家族が待っているんだ。俺は家族だと。畜生の分際で何をほざく。お前に家族の情などわかるまい。化け物はお前もだろう、将軍。将である以上、そうして命乞いをする者たちを。よ、それともこの後に及んで自分の手はよ。それは戦争だからだ。大義や家族のために死体を積み上げるのもとどのつまり、同じ人殺しだ。違う。違うものか。貴様の手からも死臭は吹いているぞ。黙れ黙れ。同類のよしみだ。すぐには殺さないだ。ならばまずは貴様の両目から。何のつもりだ。俺はもうお前の知る俺じゃない。俺が気に食わないのなら切ればいい。お前も仲間も。どうにか帝国軍は打ち払いましたが、今後第2波、3波と襲撃が予想される。というかむしろこれっぽっちの人員と物資で。やっぱり早くロドリグ様に援助をお願いした方がいいよ。ロドリグ殿も広告税の侵攻を受けて苦しい。プラルダリウスの領土には我々と志を同じくする。彼らとの合流を取り計らってもらい。プラルダリウス、ロドリグはまだ生きている。そうだったな。親父殿が今のお前を見て一体何というか。すでにロドリグ殿へは殿下の無事を伝える。再度早馬を飛ばしましょう。この状況、それから殿下、一つお伺いします。兵を向けるべきは王とか帝とか。帝都を落とし奴を殺す。戦いは終わり、死者の無念は晴らされる。そうかもしれないですけど、その間にも助けを求めてる人がいるかも。殿下、彼らが憎い気持ちも分かります。ああやめとけやめとけ。余計なこと考えてると剣が鈍っちまうだろ。そうですよね。エーデルガルトを倒してこっ。そうね、レア様も探さなきゃいけないし。私たちは君の意志に従おう。
お前は教団を託されたのだろう。レア様が帝国に囚われているならば。いずれにせよ兵力がいるようです。蒼月の章、天魔の説、煉獄の谷。帝国軍の先兵を退けた王国軍は、乏しい兵力を増員すべく、王都の東方フラルダリウス家領にてコルネリアに交戦中のロドリグに援軍を打診した。来たか。親父殿からの返事だ。詳しい事情はギルベルト殿から伺いました。すぐに増援の兵を整え大修道院まで送り届けたいところではありますが、私も何の用意もなしに長く前線を離れるわけにはいき、フラルダリウス領の南煉獄の谷アリルまで。アリルは修道院と我が領地の中間地点です。アリルは王国領と同盟領の境に位置する。確かにあのアリルならば敵に動向を悟られずに合流。親父殿から兵員を引き取ったら、いよいよ帝国との戦いが。以降の戦いは熾烈なものとなるでしょう。なあ、今さら何をためらう必要。父上も母上もグレンもドゥドゥもエーデルガルトの首を捧げさえすれば。煉獄の谷アリル。また親父殿と顔を突き合わせねばならんのか。ああ、嫌いだな。負けられないのです。進みましょう。さあ進みま、さあ進みま、さあ進みましょう。ダリウス家をはじめ抵抗を続けている。必ずや王都奪還も叶う。私はそう思うのですが、殿下の憎悪も怒りも。失せろ。何か用か。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、また来てくれ。アリルの伝承について記された。確か そういえば煉獄の谷アリルは
3つ王国のフラルダリウス家、ちなみにガラテア家は事情を聞いてもごまかされ。ええ。おい、ディミトリ。まあ、レア様は帝国にいるか。それに、ただ正解を得る。あんたはどう思う？よろしいかな。頼みがある。煉獄の谷アリル。アリルか。アリルはもう、まあそういう土地だからこそ。先生、先生、皆さん、留守は自分。ねえ、お願いを聞いてくれない？王国を取り戻せば兵士だ。それに何より殿下だって絶対分かってると思うんで。やっぱり皇帝との戦い以外はどうだっていいってことなんでしょうか。絶対そんな人じゃなかったのに。ところで、王都に向かうか帝都に向かうかだけど、このまま帝国と戦ってフラルダリウス家も侵攻を受けているし。だけど確かに帝都さえ落としてしまえば、やっぱり僕ええ、倒してしまいさえすれば。でも、もしかして彼自身。煉獄の谷に行くってすっごく熱いらしいじゃないですか。考えただけでもぐったりしちゃう。いいんですか？でもそもそも煉獄の谷って呼び方が悪いですよ。そういや、もう教師でも生徒でもないってのに。まあ私もそうだけど、あんたはどう呼ばれ、その呼び方が馴染んでる。
るほど、あの煉獄の谷で、確かにあの灼熱の地ならば、だが厳しい環境にさらす。そういえば、ありがとうございます。この5年ですが、たった5年の間に王国は半分帝国のものに、けれどここから見上げる空だけはあの頃からずっと変わらないままですわ。ねえ、お父様とお母様と見た空、あら、先生はご存知ないのでは？おぼけても無駄だ。私は全て知っているのだから。何のことですか？いいからこっちへ来い。先生、助けて。邪魔をするな。おとなしくその娘をこちらに渡せ。悪いことは言わん。エドマンド領の南方にある森に夜な夜な人を襲っては、森の奥へと引きずり込み、その獣の正体が。違います、私。いずれ尻尾を掴んでやるぞ。すみません、ご迷惑を。先生には正直にお話しします。最初は父につきまとっていました。私が父の宿していた紋章を、またの名を獣の紋章、かつてフォドラを救ったとされる英雄、解放王ネメシス、フォドラの実血モーリスは、ある日突然恐ろしい獣に姿を、ゴーティエ家のマイクランさんが黒き獣となったのと、紋章石に秘められた負の意味、嫌われる存在となったモーリスは、実血と並ぶ一族老頭も討伐され、モーリスの呪われた血筋ですが、モーリスの紋章を継ぐ血筋は私の家系も、モーリスの紋章は最悪の象徴、紋章を宿す者は夜な夜な獣と化して、はい、その噂の元となっているのが伝承にある獣と化したモーリスの姿と、それはそうかもしれませんが、私の力では、もしも先生や仲間の皆さんが一緒に、ありがとうございます。皆さんに私の紋章のことは言わないでおいてもらえますか？すみません。ではよろしくお願いします。本当にいた。噂に聞くさまよいし獣というのは。お主、我が紋章を宿すか？我が紋章、あなた、お主らの気配。戦場を広く見なくては。切り込むぞ。従おう。いつでも行けます。さて、どう攻めましょう。はいはい、行きますか。ええ、任せてちょうだい。任せてください。全力を尽くしますね。はい、やってみます。この森は魔獣の巣。
地の獣の血が騒ぐ。森で自分が見た光景が私にはまだ信じられません。さまよえし獣の体がみるみる風化して人の骨とこの剣だけが、きっとあの獣の正体は。失礼する。あなたまた。さまよえし獣が討伐されたと聞いたぞ。しかしそれで疑いが晴れたと、君が獣ではないという理屈は成立しないし、そもそも、そのさまよえし獣を倒した、その剣の紋章石に刻まれているのは、しかしすでに失われたはずの魔剣を。いや待て、モーリスの伝承によれば、つまり、すまない、私が間違っていたようだ。やっぱりあの獣は千年以上も暗い森をさまよい続け、そうですね、本当に。それに私自身解放されたような、私に流れている血はもう獣の血じゃない。先生ありがとうございました。今回のことがなければ、この恩に報いるためにも。